今日空先輩、この後ちょっと騙したい人を呼んで、うん、じゃあ空先輩にはちょっと先ほど伝えたことをちょっと実行してもらいたいなと思うんですが、今日は一日よろしくお願いしますペコ。あーねえ、どうぞ。久しぶりに前からさ、空先輩が案内してくれるらしいペコだからさ、なんかちょっと一言言っていいですか。このメンバー結構トラウマしかないですか。ね、ここら辺ね、最近すごい開拓してて、すごいペコ、めちゃくちゃいろいろ施設増やしたからね。まずはここのアンキムハウス、これウーパヌーパーのお家、職人のステージとか。それでもそろそろなんか最近作ったなんかあれみたいな。そうだね、ソラトレイン。なんかすごい。最終的にはホロサバのいろんな場所につなげて、なんか山手線みたいにできたらいいなと思うんだけど。素晴らしいペコ。じゃあなんかこれ今日の乗れたりするペコなんですか。なんかこれ、あ、乗れるよ。でもさ、その前にちょっと私さ、飲み物とか取ってきてもいい？あ、全然ちょっとさ、トン様、ソラ先輩ちょっとさ、あれじゃん、今ちょっといないペコだけどさ、ちょっと電車乗らね、電車先に二人で。ペコら後からついてくペコだから先乗っていいよ。ペコラちゃん先乗っていいよ。いや、あんた先乗って、あんた先乗って。ペコラちゃんが言い出しっぺでしょ。うるせえペコラ、早く乗れペコだよ、早く早く。もう口悪い。こんなアイドルちゃう。はい、それじゃあ列車ゴー。じゃあペコラも今行くねー。わー、おしゃれおしゃれ、おしゃれな道を通って中に入って、お、これ大丈夫なの。おー、すげえ。これ大丈夫なの。え、どうしたペコ。あ、やべ、水の中に、水の中に入っちゃったペコ。え、ペコラちゃんいなくね。いる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 。死ぬんだがこれ。死なない死なない、頑張れ頑張れ。なんで死なない。あー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 アンキモが、あんたあそこにアンキモなんかいなかった。あんた戻ってきて、大変なことになってるよ今。どこかな、わからん。次はあ、やべ、父ちゃん裸になっとる。あ、いた。ペコちゃんはあ、今、あ、何してたの。ちょっと待って、それ先輩ちょっとこっち今って言ったら、なんか知ったような感じで大丈夫大丈夫って。後ろにいなかったし。痛い、水中の中ずっといるって知ってるんすか。え、違うよ、ペコアラも後ろにいたの。後ろに。トアがソラ先輩に謝っとこう。ちゃんとソラ先輩、全部ペコちゃんがいけないんです。このペコラちゃん許してください。違います、ペコでしょ。違う、あなたがちゃんと謝らないといけないペコでしょ。なんでいけないの。先輩なんだから、先輩をやって。あ、すいません。ねえねえ、この光景なんか見覚えなかったりする。とわちゃん見覚えしかないけどね。なんでペコで、え、もしかしてバレてる。ちょっと待って、バレてる。パパー。第2回ガチでソラ先輩本人を呼んでみたドッキリでした。チャッチャラー、イエーイ。どう、バタバタれたペコ。全然騙されないペコ。なんでペコで、ソラ先輩騙されてくれなかったペコなんだけど。なんか途中から感づいてたよね、なんか。やっぱこのメンツだとペコラちゃんのテンションもうえぐいって。えぐ